さて、おおおおびっくりしたよ。おっと、この白帯は誰だ。そう、黒帯ワールドでおなじみのタカ石橋さん。実はタカさん、空手を始めて40年以上の大ベテラン。この拳見てください、すごいですね。普段は空手の先生をしているタカさんが、なぜ今更白帯を締めるのか、どうにも分かりませんよね。今日はその訳を聞いてみましょう。でね、私も40年あの追いつきをやってみましたからね、あの昨日の中先生の一言で、私のこの追いつきがね変わってしまったんだね。これはもう私はびっくり仰天です。そんなこと言っちゃって、本当は稽古の後に飲みたいだけなんじゃないの。アフターカラーテドンツインビールですよ。ビアっていうのかな、ビアですか、ドンツインビア。素晴らしい。あ、いえいえ、なんかあれ久しぶりに中達也先生が、あ、はい、あのー、いらっしゃったんですよね。この月曜日に世界中を回ってる合間に、もうね、今年はね、中先生ね、日本にいらっしゃらないんですよ、ほとんど。どうでした中先生の指導は。いや、あれ、遠い目になって、武道歴40年が遠い目になってました。いや、だってつい昨日のことだったんだけど、もう堪能いたしましたよ、本当に。あの、で昨日はたまたま体験の方もいらっしゃったんで、はい、最初から基本のそのいわゆる霊三足、あの呼吸の仕方、吸って吐いて吸ってとか、あとはその体の、あの、なんだよ、あの上丹田、中丹田、下丹田、うん、はいはい、こういう時のその重心のこの移動のあれとかも、いや、もう、まあ、いわゆる、あの、まあ、僕もね、今まで、何度となく、うん、教わってきたことを、うん、もう一回全部おさらいみたいな形で、おお、もうまたですよ、本当に初めてやってもらうみたいな感動。だから中達也先生といえばですね、はいはい、世界中からぜひ教えに来てほしいと言われて、世界中の師範とか講談社とか支部長がみんな習いたがる。いや、だってそうですよ、だってセミナー行ったって下手と1000人ぐらい集まっちゃうんですよ。なのに読売カルチャー浦和では、もうほぼほぼですよ、もう個人指導チックな感じですよ。あれですよね、5、6人、あ、10人ぐらい、今ね、まだ8人ぐらい、10人弱の、10人いないですよ、初心者の人たちが中達也を独占ですよ、本当に。特に高い石橋がどこか。あ、いやいやいや、ありがたいことに。でも本当に、だって 目の前にだってちゃんと触ってくれてやってくれて。おおおおびっくりしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。感動の場所です。一瞬背中に抜けた気がする。おみきさん、ある意味東京ドームでコンサートをやるアーティストをちっちゃなライブハウスで見てるみたいな。いや、もう本当ですよ、もうこの小さな箱で、もう俺のためにやってくれてるのみたいな感じ。すごいよね。すごいですよ、読売カルチャーってすごい穴場ってことですよね。いや、超穴場だ。だから僕も行ったわけですよ。だってもともと、だから確か木曜日の川口かなんかでやったのを、うんうん、あ、で僕川口は仕事ができなくて、あ、行きたかったも、行きたいなで、他の大使塾のあれだって、うんうん、本当は行きたかったんだけど、うんうん、全然予定が合わなくて、たまたま月曜日、唯一あいつは月曜日で、あと終わった後はみんなでそれを、おー、乾杯って言って、で、それのちゃんと出てきてくれて、まあ、中先生と、だって隣ですよ、中先生隣にいて、こうやってみんなで、もう、そうそうそう、中先生が昨日言ったのは、その極意は、なんだっけ、極意は酒場にありみたいな、極意は居酒屋にあり、言ったのかな。なね、飲みながら語ることによって、その普段、その実はちょっとこれ言わないでおこうかなみたいなこと、まあ、やっぱりついつい言っちゃうんだって。なるほど、ね、はい。いやー、もうむちゃくちゃ面白いですよ、本当に。なるほど、なるほど。習うのも面白い、その後のこれで聞く話も面白いし、いやー、もうみんなこれを羨ましがられなくてどうしようみたいな、本当ありがたい、本当ありがたい。
やっぱこの空手歴、武道歴40何年あっても、あれですか、中先生ってやっぱ発見が。いやもうね、だって昨日だったんですよ、はい、その追い抜きの出し方、はい、その出し方っていうか、そのあのこう運足っていうのが、あのここからスーターンっていく、これだって あることをちょっと教えてもらっただけでも、僕だって40年ですよ。まあ一応40年僕も一応追い抜きやり続けてきたんだけど、ですよ、ね、昨日一晩の一回中先生の一言だけでマジ激変しましたよ。嘘、本当に。え、それどういうことなんですか。あ、これ言います。簡単なことなんでしょうね、きっとね。あのファーンってやって、みんなこう牛なんだか体でいより、あとは、まあ、中瀬の前中丹田でこうやって出てくって言ってたんだけど、あの体でドードン、こっからこうやって出てくって言って、昨日言われたのはまずあのここがあるで、拳の先で、ここがこう引っ張られていくような感じで出てってくるんですよ。で確かに、であとは軸足にしっかり乗って、で股関節に乗って、あ、そう、股関節か、うん、軸足の股関節にしっかり乗ったところで、この剣先に引っ張られていくような感じで出てって、パコン。これね、僕あとものすごい楽だったの。へえ、そう、もう40年ですよ。40年だって40年これはね、私も40年あの追いつきをやってみましたからね。あの昨日の中先生の一言で、私のこの追いつきがね、変わってしまったんだね。これはもう私はびっくり仰天です。はあ、そうなん、ね、いやでも本当、でも毎回ですよ、一言によってもう激変しちゃう。すごいね。だそれで昨日中先生と僕も言ったんだけど、その、まあ、1時間半の中先生がいろんな、また手品みたいにいろんなことやってくるわけ、はい、いやもうあれ一本に、日産あそこにいたらまた一本で DVD できちゃいますよ、間違いなく。ですね、ですね、それはね、すごいすごい。いやだってそれ、あそこのカルチャーセンターですよ。ですよね、目の前で今度あとはもう実際に自分でパンって叩いてくれたりとか。それはさ、全く経験のない初心者の白帯の人がいきなりそれを習っちゃったりするわけでしょ、あそこだと。いやー、ありえないですよ、本当に。あと、とにかくね、もうなんだろう、みんな楽しいわけ、はいはいはい、笑って笑ってって言って、もうなんだろう、笑顔って言って、いつもで、中先生自身もニコニコいつもして、ね、もう教える方が楽しそうじゃないですか。で、習う方もそれは楽しくなりますよね。ですね。で、はいはい、オッケー、今のよかった、はい、もうちょーって言って、はい、あとは、はい、みんなダメーとかで、はい、みんなダメー、はい、もう一回ーって、でもみんなね、もう嬉しくて、ダメってダメ出しされても嬉しいんですよ。ですね。いやー、もうあんな先生なかなかいないと思うな。あと、中澤先生が今ずっとその中先生がいらっしゃらない間に、中澤先生がずっとその、まあ、裏側はね、教えてくださってるんだけど、このね、中澤先生がね、もう素晴らしいんですよ、本当に、本当に。で、いつもね、中先生の技を受けて、まあ、なんかやられ役みたいな感じで、ね、そのアシスタント的な感じでずっとその、DVD の中でもね、立ち回っていただいてるんですけど、役回り的にね。いやでも本当に、だからなんだろう、中澤先生も本当にもう中先生惚れ込んで、ニュージーランドねから日本に来ちゃったっていう人だから、もう教え方とか、なんだろう、その口調までやっぱり中先生にちょっと似てきて、ご自分もその中先生の技術を自分なりにいかにこうね、そのできない人たちにこう分かりやすくできるように、どうやってすればいいのかなと、おそらく常に工夫されてるんじゃないですか。だから中先生が教わったそのままじゃなくて、中澤先生なりにそれをその、いわゆる素人っていうか初心者の方にいかに分かりやすくするかっていうのを、まあなんだろうね、工夫していつもやってくださってるっていうのは、またこれ僕それがよく分かって、まあ、素晴らしい先生ですよ。人格がすごい、ね、ああもう本当に素晴らしい先生だと思う。はい、あ、やばい、語っちゃった。僕、だから中澤先生、僕大好きなんですよね、本当に。飲み友達、あ、飲み友達でもあるし、もう押して今、おーすって言ってくれるし、おーすなんだそれみたいな。これは読売カルチャーの浦和の伝統空手道クラス、はい、はい、伝統空手道クラスになります、はい、
もう初心者大歓迎ということで、はい、初心者大歓迎で皆さんお待ちしております。完全にオウム返しじゃないですか言ってることダメだじゃあタカさん代わりにどうぞ。オンス皆さん、読売カルチャー裏は、伝統空手道クラスお待ちしてます。オンス、イエーイ。おお、先生みたいですけど、本当の先生は中川先生。おお、そうそうそう、皆さんお待ちしております。オンスさあ皆さんも読売カルチャー浦和に行ってみてください。タカさんと中澤先生が歓迎してくれますよ。もちろん中先生も。さあみんなでDon't think beer!